笑福亭玉です。式亭雄穂です。2月26日リバティ文化ホールで上方落語の会を行います。はい、僕はねこの嬉野で落語をやるっていうのを個人的にとっても喜んでるんです。というのは小学校2年生の時に授業参観があって、でその作文の授業をやったんですけど、すいません時間が来ました。この続きは落語会で。